ちょっとあってて腹がが立つようなことが多くそういう時、うん、お二人はどうやってその怒りとか消化できないものを落ち着かせているのかなっていうのがお聞きしたかったんですよ。はい、あやっぱりお店とか、うん、そういうなんかまあジムとかだったら私はもうすぐにあのクレーム、はい。<laughs> クレームというかそれ相応の手段を取るってね <laughs> クレームって言い方悪いな <laughs>、うん、そういうなんかの方法があるじゃないだって置いてあるんだもんジムとかねそれ言いたい放題っていうさ本部に行くなんかはがきみたいなやつが<ー>とかそのお店に直接なんかご意見をみたいなのあったりするじゃないだから、うん、そういうところに伝えるっていう作業だね根本的な解決をするっていうことですね